ルズビ・ホルベアルズビ・ホルベアは、ノルウェーのベルゲンで生まれた、作家、エッセイスト、哲学者、歴史家、劇作家である。デンマーク・ノルウェー時代であり、彼の成人の時期のほとんどをデンマークで過ごした。彼は、啓蒙時代とバロック時代の人文主義に影響された。ホルベアは、近代のデンマークとノルウェーの文学の創設者と考えられている。 そして彼は1722年から1723年に書いたコッペンハーゲンのリールグラナゲイドシアターで行われた喜劇で一番よく知られている。ホルベアの自然法と一般法は1736年から1936年の200年間の間多くのデンマークの方学生に広く読まれていた。ホルベアは6人兄弟の末っ子であった。 彼の父クリスンニールセンホルベルクはルズビが一歳になる前に死んだ。彼はコッペンハーゲンで教育を受けた。そして多くの年をコッペンハーゲン大学の教師であった。それと同時に彼は作家としての成功したキャリアを最初の喜劇のシリーズを書いてスタートさせた。彼はコッペンハーゲンで進学を学び始めた。そして 後に法律と歴史と言語を教えた。彼は職歴的に特に進学に興味があるわけではなく、アテシタッツを収め、神父として働く権利を得た。彼は学科において学士や修士や博士を取ろうと試みなかったし、彼は進学教授や聖職者や神父へとキャリアは続かなかった。ホルベアの若い頃は進学を学びその人の程度によって、 例えば、ギリシア語やラテン語や、哲学や歴史に特化することは一般的だった。法学者になる目的であれば、外国で研究するのが普通であった。1736年にコペンハーゲン大学でデンマークの法学士が設立された。その学位は200年間与え続けられ、ホルベアの書物がこの時まで一般的に読まれた素材として残っていた。 ホルベアは最初に一体となって無報酬で働いた後に正式に准教授に任命された。彼は最初に空いているポジション、刑事上学を教える立場を受け入れなくてはならなかった。後に彼は修字学とラテン語を教える教授になった。最終的には彼は歴史という彼に最もふさわしく、最も生産的な学科の教授職を与えられた。 コルベアはよく教育され、よく旅行に行った。彼の青春時代は、オランダやフランスといった国の大きな都市を訪れ、短い時間ローマへ滞在し、それよりも長い間イギリスのオックスフォードに滞在し、これは知的な生活が大陸ヨーロッパに集中していたので、貴重な時間だった。彼は、正式にオックスフォード大学へ入学を許可されたわけではなかったが、 そこの図書館で過ごしたり、英国の学生とラテン語の議論に参加したりした。ノルウェーのベルゲンにあるホルベアのゾウホルベアの旅行は彼の後の著作の主たる刺激であった。これらの経験は彼を芸術的で道徳的に成熟させた。ホルベアは彼自身を古いラテン語の喜劇と彼がパリで見た新しいフランス語の喜劇とローマでの街頭演劇で刺激を与えた。 彼の著作は3つの期間に分けることができる。1711年から1718年の主に歴史について書いた時期、1719年から1731年の主に風刺しや舞台喜劇を書いた時期、1731年から1750年の主に哲学を書いた時期である。第二の時期の彼の豊かな喜劇の創作は、 コペンハーゲンに7 2 1年に開かれたデンマークの最初の国立劇場において劇作家としての彼の役割によって形作られた。これらの喜劇は彼の名誉を今日に残すものになっており、それらは直接的で巨大な成功であった。しかし、1728年のコペンハーゲン大化による貧困は国民に ョーチンの波とピューリタンの信仰を国民にもたらし、これがホルベアの風刺的な作品と衝突した。その結果として彼は喜劇を諦め、1731年に哲学的、歴史的著作に変更した。パリでホルベアはデンマークの科学者でカトリック信者のジェイコブ・ウィンスローに出会った。ウィンスローは成功なしにホルベアを回収させようと試みた。 ホルベアは議論を楽しんだが、しかしそれはコッペンハーゲンにおいてウィンスローのようにホルベアがカトリックに改宗したという噂の始まりだった。そして彼はカトリックに改宗していないということをデンマークの人々に否定する必要性を感じ、いくつかの機会において反カトリックの味方の声を与える結果となった。ホルベアはキリスト教における学校の教義を批評し、 以下のように主張した。子供は、キリスト教徒になる前に大人にならなくてはならない。もし人が進学を学ぶのであれば、その前に大人になることを学ばないと、その人は決して大人になることはないだろうホルベアは、人々の中に神聖な理性の光を信じていた。彼にとって、教育の最初のゴールは無駄に丸暗記の学校の本の代わりに生徒に、 彼らの感性と知性を使うことを教えるのが重要であった。これは新しく近代的な宗教への問いかけへの理解で、それは彼が啓蒙時代の人であることを示していた。ホルベアは知性に関心を示していた。なぜなら彼はそれが社会を一緒に束ねようとすると感じていたからである。彼は なぜ世界にとても多くの悪があるのか特に人が理性をその道に導くことができた時を不思議がってもいた。彼は彼自身を悪の宗教的な説明を合理的かつ経験的な思考の脈絡から遠ざけたということもできる。そしてこれは彼の時代でも我々にも彼の作家としての地位に重要である。ホルベアは聖書批判にも道を開いていた。 ホルベアの宗教的な表現は多くの部分において理心論である。彼は現在の観念には批判的だったが、その代わりに人の自由意志の観念には賛成していた。ホルベアの著作家としての言明された意図は人々をより良い社会へと啓蒙することであった。これはホルベアの絵が啓蒙時代にフィットしていることでもある。ホルベアが より深い文化による大きな都市で楽しみ、小さな都市や自然が彼の関心を引かなかったのは注目に値する。ホルベアの科学への概念は機能的で実際的に利用されるべきであるということで、ある。面白い例として、彼のビテンニング、オーバーデン・ニューレ・ゲーレンで QVG 指示において、彼はこの病気は微生物によるものだと判断している。ホルベアは、 彼の青春時代と初期成人期は質素な生活をしなくてはならなかった。彼は家庭教師としてや貴族たちの旅仲間として生計を立て大学の個人的なスポーツのコーチとしても働こうとした。彼は他の国々の他の大学、すなわちプロテスタントの大学に旅する報酬からさらなる援助を受け取った。しかし、これは 彼が尊重しなかった状態だった。なぜならば、彼は、議論が、最も大きかった。そして、経験が。彼のイギリス滞在中、ホルベアは、彼の目を学術的な著作を置き、彼が帰ってから歴史について書き始めた。後に、自然法と、国際法についても書いた。おそらく、フーゴー・グローティウスやザミュエル・フォンプ・プーフェンドルフのような、 自然法や国際法の法律の執筆者に彼を例えた年上の教授の促進によるものである。最も可能性のある利益を得るために、ホルベアは彼自身の作品を出版し、それらを典型的なアークの中にいる興味のある人々に定期購読として売った。ホルベアはノルウェーにおける出版社としてもいくつかの成功で挑戦した。そこで彼の自然法と、 国際法に関する本がいくつかの番号を出版したが、彼は財政的な利益は得られなかった。ホルベアは質素に暮らし、副業として彼の本を売ったことによる利益の大部分を投資に使うことができた。そして、それら利益を貸し出したり、もっと活発な冒険的な事業に投資した。彼の著作において何度か、非生産的な方法で椅子を運んだり、 家で働きそしてお金を贅沢に浪費する都会人や貴族を批判した。彼は合理的に食べて運転に金を使うことはなかった。彼は徒歩での旅行、歩き続ける理由は彼を南で苦しめたマラリアをコントロールできからである。彼が貿易より冒険的な事業に金を投資することができたという結論に達したとき、彼は不動産に投資し始めた。 アブラーボユグの近くのブローロップギャードでの彼の最初の大規模な不動産の購入は段階的に起こった。最初はその時にオーナーにお金を貸して後に彼自身が農場を買収した。数年後、ホルベアは彼の唯一の保存されている不動産物件であるダニーロンドのタワーズロスガードも購入した。唯一というのはベルゲンやコッペンハーゲンやアブラーボユグにある その他の物件は焼け落ちたり解体されたりしているからである。ホルベアは結婚もせず子供もいなかった。しかし彼の人生の終わりにちょっとした幸運があった。彼は遺産を残すことを興味があり、そして王立の乗馬学校であるソウロアカデミーに彼の財産を残した。そこでは貴族階級の若い男たちのために、 大学レベルの機関を作ることをゴールとしていた。ホルベアは、そのアカデミーの考えを支持し、それが、どのアカデミックな提案を受けるかについて、影響力のある、啓蒙作家のジェンズ・シールデ・デリップス・スニーダーフが、ホルベアの推挙により、ソウルアカデミーの教授に指名された。王との合意には、ホルベアが所有する農場からの、いかなる収入も、非課税であるというものも含まれていた。 なぜなら、学校への寄付の合計の方が彼の払う税金よりも大きいからである。同時に彼は、男爵の借位を手に入れた。ホルベアの勘を受ヨハネス・ウィードウェルトによる作品は、ソウル・モネステリ・チャーチで見ることができる。ホルベアの文通では彼は役に立たないお金と考えた、ところへはとても保守的であるということが見ることができる。例えば、彼は、 アブラーボイグの教育者の報酬を上げることに反対であった。ホルベアは良い利用で使うのであれば進んでお金が使うと何度かコメントした。例えば農場労働者が怪我または病気を患うならば、ホルベアは薬物などに関してお金を使うということである。学術機関が資金調達が制限されていて経済的に大きな困難になった時、ホルベアは 彼が生きていた間はその学術機関資金集めを手伝うことに合意した。ノルウェー人のエドバルド・グリーグがホルベアの時代からという作品をホルベアを称えて作曲した。この曲はホルベアの時代の地方の踊りのスタイルになっている。1911年にヨハン・ハルボルセンがホルベアのバーセルストシュアンの制作のために不随音楽をオスロで作曲した。 カルボルセンは、後に、彼のスイートアンシェーニュにホルベアの思い出を捧げ、その音楽をアレンジした。ノルウェーのベルゲン大学では2004年以来、ホルベア賞を世称している。カナダのブリティッシュコロンビア州のバンクーバー島の北部には、ホルベアという名前の町がある。それは1907年に、デンマークの移民によって作られた。ダンショアのオペラで6人ソプラノによる、 ザ・ビューティフル・ブライト・グルームは、ホルベアの最後の戯曲、デンホーボンデルとブルードゴムが元になっている。ホルベアの像と彼にちなんで名付けられたブールバールが、ノルウェーのベルゲンの中心部にある。彗星のクレーターに、彼の名前を付けたものがある。ホルベアの戯曲の現存している最古の劇場のポスター1789年の、ニールス・クリームズ・アンダー・ジョー・ディスク・ライサの豪華版の、 イラスト。ニコライエブラハム・ワビルド・ゲイヤードが描いた後に、ヨハン・フレデリック・クレメンスがエッチングしたもの。ありがとうございます。